崎チャンネルジョプレキューククーマックスシリーズ第3戦ということで、今日の試合はですね、ソートバンクオリックスは3対0でソフトバンクの勝ち。そして、ヤクルト阪神は6対3でヤクルトの勝ちで、ヤクルトが日本シリーズ進出を決めました。ということでね、今日も振り返っていきましょう。オリックスはね、ソフトバンクは3対0でソフトバンクの勝ち。ということで、アドバンテージを含めた3勝。ね、オリックスは王手をかけてましたけども、ここでね、 一生ソフトバンク化して、まだどうなるか、展開が分からないっていうところで、ね、まあこの日はね、えー、先発、えー、戦果を持ってきてね、何としても負けられないっていうところで、戦がね、6回89、3度5三振、一1四球無失点と、途中、ちょっとアクシデントでね、 ちょっと交代、パッツって出して,てね、交代しましたけど、まあ、大ごとになんなきゃいいけど、これでね、どういう展開になるのか、勝ち進んでも日本シリーズ投げれるのかどうかっていうところはね、ちょっと分からないんだけども、ちょっとそこら辺はね、心配だけども、まあ、この試合ね、オリックスはね、立島、そしてソートバンク、千賀のね、投げ合いで始まりましたけど、ソートバンクはね、初回、一番センター、妙理はね、センターのツーベース、そしてここでね、シュート、送りバント、で、立島がね、一回、サード投げようかなと思って、やめてファーストに投げたら、交渉、悪送球。で、それで、えー、先生と許して、 で、ノーアウト2位から柳田のね、ピッチャーゴールで3塁行って、デスマイネがセンター前ヒットをね、打って、2点入れるっていうところで、立場のミスが痛い。まあ、最悪1点で終わった。もしくはうまくいけば、ひょっとしたら0点も、柳田のピッチャーゴールを考えればね、あったかもわかんないところで、この2っ点はね、非常に痛かった。だからね、戦果としては、今日ね、しっかり投げて抑えなきゃいけないっていうところでね、この2点が、 かなり大きなね、心の余裕になって、その後ね、完璧なピッチングが繋がったと。しかも今日ね、スライダーカットボール系、非常にコントロールよくね、ストライク取れたっていうところは、このね、カウントをまとめていくのも有効なね、ピッチングになったし、フォークに頼らなさすぎないでね、そういったところでは、えー、緩急もつけて、カウントをね、整えたっていうところは、非常に戦画もね、素晴らしいピッチングだったと思います。でまあ、 立場もね、それ以降、まあ、フォアボールとか出すけどもね、ランダー出すけども、まあ、連打許さずね、しっかり初回の2点だけでね、6回3分の1、1 2球、7ランダー2、3、4、1、9、3失点。しっかり、まあ、ゲームは作ったっていうところではね、非常に序盤のね、このミスっていうところがね、痛いなっていうところもあるけども、まあ、ソフトバンク、オリックスはね、0点だからね、それがね、まあ、っていうね、えー、ところもあるけども、ちょっとね、この試合はね、両チーム、 ミスが多い試合展開になってきて、短期決戦っていうのはこういうミスでね、オリックスは王でかけてるけども、一つのミス、流れ変わると一気にただただってね、大逆転される可能性もあるからね、そういったところはちょっとミスね、なく戦いたかったこところだけども、あ、今日ね、日刊スポーツの評論書いてますから、そっちのね、紙面もぜひ読んでみてください。セリゴはね、宮本信也さんが担当してます。まあ、その中でね、まあ、オリックスはね、6回裏で若次がね、 フォアボールで出て紅林がバンドしてバンド成功できて2回ファウルにしてそこからバスターに切り替えて、まあ、セカンドゴロ打ってね、ファーストランナーの若杉がセカンドでアウトになるんだけども、まあ、ここで俺いつも思うんだけど追い込まれているからわざわざずっとバスターする必要あるっていう。 普通にもう打っちゃいいじゃん。しかもそのね、まあ最後もボール球ね、食らいついて粘ってたけども、最後も当てに行くような形でね、セカンド一塁間よりのセカンドゴール打ってね、まあセカンド封殺っていうところでダブルプレイは取られなかったけどもね、これがね、一塁ランナーが足が速いランナーだったら一塁間の方に打てばね、セカンド、え、進塁できて進塁だっていうところになるけども、そんな足が速くない若月にそこまでやってて結局アウトになるのよ。それだったら、 バスターエンドランするとかね。もしくはスリーバンドして何としてもね、あの、セカンドに、あの、進めるとかね。なんか中途半端な感じですね。それかもう普通で打っちゃいいのよ。あのね、よくあるけどね、プロ野球。バンド失敗して2ストライクになってもバスターって、もう誰もバンドすると思ってないじゃん。そういったところではね、ちょっと中途半端な攻撃見えたね。 だからそこしっかり送ってればね、追加点っていうところもあったかもわかんないところね。ちょっと、まあミスじゃないけどミスね。っていうところは、うんって思ったね。で、オリックスはね、守備の面でも、まあ失点にはなんなかったけども、解を持ってね海、えー、がツーベースを打って、ミモリがはね、送りバンド決めてって言ってもね、あれ若月で、ね、サード、ちょっと高くなってね、ちゃんと投げとけね、アウトっていうところで記録上ね、送りバンド成功になったけども、ね、 あそこはしっかり投げてアウトにしたかったところね、若干高騰して、貝の足が入ってね、セーフになって、まあ、エラーにはなってないけど、ミスだよね。でもここでね、貝の走塁がね、非常に上手かった。あの、サードベースの一番遠いところにね、しっかりスライディングしていくわけ。そうなってくると、胸のタッチも遅くなる。それによって、 トントンっていう形で足が先に入ったからね。あそこのね、細かい基本的なね、プレーなのよ。基本、基礎の基礎、スライ。でもそれをしっかりやって、ベースの端っこのね、一番遠いところに回もね、スライディングしていくっていうところでね、このプレーセーフにね、導いた。そういう細かいところもね、回のスライディング、非常にね、スライディングする位置、良かったと思います。まあ、若槻はね、しっかり投げとけばアウト。でもここでもう一つがね、バッター、モリ走ってないんだよ。なぜ走らない。だからファーストね、まあその後、胸がね、 いい形で処理してファースト投げてね、アウトになったけども、あれそのまま走ったらね、ファーストセーフなのよ。そしたらノーアウト、1、3塁でシュートになってるわけ。ただ、ここのね、1点で今日勝ったからいいけどね、ここの1点追加点っていうのは非常に大きかったわけ。その後ね、柳田デスパイネっていうわけだから、ひょっとしたら複数点も取れたかもわかんないところ、気温中の気候バンドしたら走るタイマン、明らかに見守りはね。ではアウトになって、シュートをね、スクイズ。 あの、田島はね、まあ、最初からちょっとアウトコースボール球気味ぐらい構えてたから、相手バッテリーもひょっとしたらなんかセーフティースリーとかあんのかなって思ってたかもわかんないけどね。で、まあ、そこしっかり田島が外して、まあ、でもシュートをね、外されてきてるから、あれファールにしてねなんとかね、当てなきゃいけないね。外されてね、貝が飛び出して、まあ、その後ね、結果的に1点も取れずっていうね、まあ、勝ったからよかったけど、こういったところもね、ソフトバンクもこういうミスしてたら、大逆転の日本シリーズっていうところをいけないから、締めてね、ええー、いかなきゃ。 いいけないねあの7回に、ね、野村がライトスタンドでねホームランを打って3点目これはね非常に、えー、大きかったかなとでもねその後も貝がねセンター前ヒットをっ,ってワンアウト一塁から三森の打席、ねえー、ピッチャー本田に変わってエンドラン三森空振りで盗塁アウトいや当てなきゃなんかねソフトバンクも勝ったけどちょこちょこミス出てるねだからそういったところを勝ってカブトの押しめようじゃないけどやっぱしっかりね修正していかないと大逆転ねできない。 で、オリックスはやっぱりそういうね、ちょっとずつのミスっていうところが、失点に繋がってるっていうところではね、リーチになってるけど、やっていかないと、2010年のロッテね、えー、ソートバンクにリーチをかけられてから、1勝3敗ね、ロッテからしたら、リーチをかけられてから3連勝して逆転の日本シリーズに行ったわけよ。だそのね、何がね、変わるかわかんない。あの時の第 5, 5,、ね、5戦、2勝3敗になった時に、オードナリがね、完璧なピッチングしてて、1対0で負けてたんだよ。その時ね、リリーフは、 セッツ・ファルケン・ボーグ・マハラね、完璧な投手陣。だから、オードライが状態良くて、ロッテ打線切り切り前してたのに、やっぱそれね、まだオードライその時若かったから、信用度も低くて、で、そこでね、変えたのよ。そしたらね、ロッテは、よかった変えてくれって言って、そこからファルケン・ボーグをうまってね、大逆転して、一気にね、あの3連勝、結果的にね、してっていうのもあるからね、オリックスはリーチかけてるけども、そういったミスをね、しないように、きっちりしたことをね、やっていかないと、 打っちゃれるよソフトバンクも勝ったけどもそういったところきっちりやっとかないと大逆転にね、えー、いけないというところではねちょっとね両チームとも課題が残るね試合展開だったかなとま千賀としてはね非常にいいピッチングっていうところもあるしねその後、まあちょっとアクシデントというところはねどうなるのかちょっと心配だけどねそこは、きちょっと様子見ていこうと9回ね、ね吉田がライト前ヒット打って大打、太田が、ね、ピッチャーゴロ、ね、三森のまた補給ミス。 1、位になって杉本ね、4、6、3、ダブルプレーでね、終わるんだけども、こういったところのね、ミスっていうところも、ちょっとずつね、避けていきたいしね、7回のね、えー、ところも、連打出るけども、最後ね、ワンナウトに三塁から杉本、サードころね、で、ン宮、ショートフライってね、ここら辺のリリーフはね、なんとかソフトバンクもね、踏ん張ったっていうところもあるんでね、まあ、明日の試合どうなるのか、逆転あるのか、そのままオリックスが勝つのか、じゃミス少なくね、お互い戦っていきたいなっていうようなね、試合展開でした。あとで、ね、言い忘れたけども、あ七7回ぐらいのね、オリックスの攻撃、 あの、ワンアウトからね、西野がライトへツーベース、えー、打ったところね、ファーストランナー吉田、三塁ストップしてね、あれは回らなきゃっていう人いるかもわかんないけど、まあ、吉田はね、若干足の状態も悪そうだなっていうところもあるし、3対0っていうところを考えるとね、あんなの無理に回って、1点取りに行ってアウトになるよりは、ワンアウトだしね、ストップして、杉本頓宮にかけた方が良かったから、あの走塁っていうのはね、あそこストップでね、俺は基本的には良かったんじゃないのかなと。 無理やり回ってアウトになる方がダメだしね。体のね、ちょっと不快もあるっていうところをね、考えれば、あそこはね、ストップでよかったと思うんで、あそこ回ってたらっていう人はね、やっぱ3点差っていうことを考えたらね、ストップでいいと思います。ちょっと言い忘れてたんで、言いました。続いて、セリーグっていうところでね、六6対3、ヤクルトがね、大逆転勝利で、日本シリーズ進出ってなりましたけどもね、まあ、この日ね、えー、エース、青柳、ね、6回3分の2、119、3三打5三振、49、1一ッドボー4四4失点最後ね、 フォアボール、デッドボールで超荒れたっていうところがね、言いたかったね。いい感じで言ってたのにね。ヤクルトはね、高橋イジ5回93球、4アンダー734、449、34テッ久しぶりのね、1軍登板っていうところだけど、若干ね、ケツに体重かかってね、肩の開きがちょっと早くてね、外回りするからコントロールつけずないのよ。ちょっと横回転しすぎても、もうちょっとケツの体重かかってるから、もうちょっとね、 まっすぐ行って、いね開かないようにして縦回転っていうところが、ね、欲しかったなっていう、まあでも、まあまあまあ、球大点っていうとこじゃ、えー、ないのかなっていうところもあるけどね、でも阪神は、ね、4回、先頭、大山は、ね、フォアボール、大山もねで割りながらの、ね、フォアボール、でワルテが、ね、ライトへポテンヒットを打ってノーアウト、一、三塁から佐藤はアウトになるけども、ヨーカーが、ねえー、犠牲フライで先制というところではね、ねまあまあいい形の先生でもね この、その前にね、この2回表、大山フォアボール、丸ィフォアボール、ノーアウト1、塁で、佐藤のね、送りバンド失敗、ピッチャーゴロサード。うん。シーズン中やんないじゃん。で、あと、どこまで練習させてんだろうね、佐藤にバントをね。っていうことを考えたら、まあ短期決戦だからね、まあ決め、ま、決めてればね、こんなことも言われないけど、まあ、佐藤もだから決めきれなきゃいけないのよ、そこをね。あと、全体的に佐藤の顔が死んでるね、のような気がして仕方ない。 でもここはもうね、打っていきゃよかったんちゃうかって俺は思うけどね、どこまで練習させててのバントなのかっていうところはね、気になるけどね。で、5回ね、えー、先頭、青柳がツーベース。青柳打つね、ファーストステージも確か打ってたよね。で、中野はね、送りバンド失敗。ね、ここもワンボール。ワンボールって考えたらもうちょっと三塁がね、狙いたかった。ピッチャーセカンドね、ピッチャーだからね。で、それピッチャー前行って三塁ね、青柳がタッチアウト。 ワンアウト1時でね、いや、これもあれかと思ったら、その後ね、北条が、ね、ツーベース打って、で、近本三振するけども、大山がね、先端前タイムリーヒットで2点取るっていうところではね、ちょっと流れバタバタってきたところをしっかり引き込んでね、この大山のタイムリー、フォアボール、フォアボール、タイムリーっていうところは、大山ね、こうま、負けたけどね、最後に来ていい仕事にしたかなと。で、ま、このね、3対0でね、そのまま、そのまま行くかなと思ったら、間、ま、の7回よ。先頭、中村はね、えー、三振。サンタのフォアボール。長岡セカンところ。 まあまあ別にね、いい感じ。ここで、えー、タコジンかって、代打大きい、デッドボール、んみたいな。で、ツーアウト一塁、塩見、7球バッば、フォアボールお。で、ここで、山崎、ね、ファーストゴロ、マルテが、セカンド、約束球、バッと。で、だから、あれはさ、もう、セカンド、真後ろにいるじゃん。だから、マルテ行きすきなんだよね。しかも,も、あれ取ってもさ、セカンドも完全にセーフじゃん。タイミングが。だから、投げちゃダメだよね。 もしろ、もうあれ普通にセカンド後ろにいるから出すぎだよね。あれ普通にセカンドォロ取ってアウトだったら、この回もう0点で終わってて、多分阪神勝ってたよ。だからあのプレイ悔やまれるね。で、あの、二人帰ってきてね。で、ツーアウト1、塁になって。で、宮本のしっかり粘ってフォアボール。やっぱ青柳対策っていうところでね、出てきたけど、ピッチャー浜地に変わってもね、やっぱなんか出てくることなく宮本にね、やらしてフォアボール。で、ツーアウト満塁になって、村上のね、ボデボデ、ファーストゴロ、ピッチャー浜地取ってね、グラブドス。 悪送球カバーいった宇原の上も超えていって一気にねあの満塁からファーストランナーも全員帰ってきて一気にこの回5点い,いやこれもね焦るのわかるけどもあんなも適当に投げちゃダメ握り替えて投げて万が一セーフだっても同点まだわかんないそ焦る必要 あるかって、ま、焦る気持ちもわかるけどね。だからもうちょっとああいうのをね、丁寧にやっていかないとね。そういったところをミスで、結局負けてね。で、5回、ね、山田のタイムリー、めちゃくちゃこの1点大きかったね。で、6対3で、で、逆転勝ちっていうね。最後はちょっと阪神ね、負けがね、うんっていうようなね。 負け方っていう。まあでも、これも負けたら仕方ないからね。まあ、セリーゴはね、順当に1位のヤクルトがね、日本シリーズ行って、まあ、タイガーズはねえ、ファイナルで負ける。まあ、来季からね、矢野監督を退任して、岡田監督がね、監督になって、どういう野球をしていくのかっていうところはね、まあ、楽しみだけど、ちょっと佐藤の顔は死んでたっていうところとね、最後はミスとか命取りっていうね、ところは本当に、まあ、勝ってた、ね、勝てた試合だけにね、まあ、もったいない試合だったかなと思いますけど、負けたら仕方ない。来季に向けて、タイガーズはね、また頑張っていってもらいたいし、ヤクルトはね、えー、高津監督ね、 野村監督越えっていうね。野村監督、リーグ連覇はあるけども、日本一連覇はない。高須監督が今年日本一連覇をしたならば、野村監督越えっていうところがね、なってくるんでね、そういった意味では非常に、ね、楽しみな、えー、日本シリーズになりますし、ヤクルトがね、えー、しっかり置いて休息してね、日本シリーズに備えてもらいたいと思いますね。えー、素晴らしい。村上のあの満編の笑みやったぜ、みたいなね。あの、ハマチがいらした時に、ね、まあ、盛り上がりもね、良かったんじゃないでしょうか。 しかもね、青い対策で宮本出してね、宮本はしっかりね、ヒットも打ったし、粘りながらフォアボールも取ったしね、非常に良い,い仕事をして、で、途中からね、山田が行って、山田がね、貴重な8回ね、裏に、ケラーからね、センター前タイムリーツーベース打つっていうね、采、え、配、ー、も見事だし、それに応えた選手たちも素晴らしい、えー、今年ね、えー、日本シリーズに進むね、えー、勝ちある、勝利、勝ちあるチームだったと。 思います。オリックスはね。どうなるのか、ソフトバンクが逆転するのか、明日も試合ありますからね。注目していきたいと思います。明日はねオリックス山岡、そしてソフトバンク和田の投げ合いというところでね。まあ、オリックスとしては先制していきたいなっていうところもあるし、ソフトバンクとしてはね。先制して一気にね。まあ、和田は5回ぐらいだろうからね。リリーフ勝負になってくるんじゃないのかなと思います。ということで、明日の試合もよっちゃん。